ナンバー、愛のいないないって、ミズミュージックへの挑戦で番組が受ける衝撃的な影響とは、新番組、ミズミュージックのチーフプロデューサーのポストが、今大きな注目を集めています。なぜなら、その関係性には確かな信頼と深い愛情が感じられるからです。この関係性は、努力と情熱を持って築き上げられたものであり、今もなお続いている絆の証です。岸くんが、 鉄腕ダッシュに出演することが彼にとってどのような意味を持つのかは別として、多くの人が彼を応援していることは喜ばしいことです。彼が今、自らの仕事を選択できる立場にあることから、きっと自分にとって本当に必要なものを選んでいるのだろうと思います。そして、適切な時が来れば、ダッシュにも復帰する可能性があるかもしれません。ただ、 私は彼が音楽や舞台に対して最も情熱を持っているのではないかと考えています。ファンが岸く君やナンバー、愛に様々な期待を寄せるのは自然なことですが、その一方で彼らを温かく見守ることも重要です。長い間、彼らが視聴者を楽しませ、驚かせ、感動させてくれることを願っています。彼らを支えてくれる人々がいることは、きっと彼らにとって大きな力になっていることでしょう。私たちも、普通に、 自然に、誰とでも共演できる日が来ることを願っています。一方で、岸君への風当たりが強くなる可能性も考えられます。彼が自分の目標に向かって前進している今、私は彼にやりたいことだけを追求してほしいと願っています。奴らが新番組の2時間スペシャルに登場するというニュースには、なんともインパクトのある表現が使われています。彼らの関係性から生まれる信頼感が、 彼らが出演を承諾した要因の一つであることは間違いありません。そして、私たちも彼らの新たな番組に期待を寄せています。最後に、この3人と彼らを支えるスタッフによって、日々何かが生み出されていることに感謝します。彼らの真摯な姿勢や情熱に触れるたびに、私たちも彼らにふさわしいファンでありたいと願います。新番組、ミズミュージックの開始を楽しみにしています。これからも彼らの活躍に期待しています。 その新番組、ウィズミュージックの始まりを楽しみにしている一方で、我々は彼らが抱える様々な挑戦にも注目しています。これまでの童貞を振り返ると、彼らが直面してきた困難や試練があります。それらの中には、番組からの離脱や新たな環境への適応など、彼らにとって大きな意味を持つ出来事も含まれています。例えば、岸く君が、 鉄腕ダッシュを離れた際には、多くのファンがその決断に戸惑いや失望を感じたことでしょう。しかし、彼の意思決定には、彼自身の成長や発展に向けた新たな一歩が含まれていたのかもしれません。また、新番組への参加や音楽活動への集中は、彼の新たな目標や夢に向かう姿勢を象徴しています。同様に、番組のスタッフやプロデューサーたちも、彼らのこれまでの歩みや未来への期待に真摯に向き合っています。 彼らが、w ズミュージックで新たな挑戦を迎える際には、それに見合ったサポートやリーダーシップが必要とされます。このような状況の中で、番組が成功裏にスタートし、視聴者に喜びや感動を与えることができるかどうかは、まだ未知数です。しかし、彼らの真摯な姿勢や情熱、そして関係者全体の努力によって、その可能性は確実に高まっています。最後に、私たちは彼らの未来に対する期待とともに、 彼らが直面するすべての挑戦に対しても心からの応援を送りたいと思います。彼らが新たな番組でさらなる成功を収め、ファンを楽しませてくれることを願っています。次は、彼らがどのような新たな冒険に挑むのか、また番組がどのように進化していくのか、注目ですね。